八重山自治会は、太平洋戦争終結直後の1945年12月に、石垣島で設立された八重山諸島住民による自治組織。なお、後に、八重山共和国という属称が現れたが、正式名称ではない。八重山軍政府と八重山自治会の連盟による、布告文1945年、八重山諸島を管轄する八重山市長は、 沖縄戦の末に機能を停止して、無政府状態に陥ったため、八重山諸島の住民は、自警団を創設した。その後、同年11月に、自治会結成準備会が開催され、1ヶ月後の12月15日、石垣町の映画館、八重山館において、自治組織、八重山自治会が設立され、宮永町長生が、会長に、吉野公前と、 宮城の部が副会長に選出された。当面の目標として、人身の安定、治安の確保、引き上げ者の帰還促進、マラリア患者対策、闇物資への対策が決められた。一週間後の12月23日、米軍のジョンデール・プライス海軍少将が、チェイス海軍少佐を八重山に派遣して石垣島で、米国海軍軍政府の樹立を宣言し、軍政府の下で、 八重山市長が復活することになった。初代の市長庁には八重山自治会長の宮永長長賞が任命された。1946年1月24日、行政機構が復活して、当初の目的が達成されたことから八重山自治会は解散した。当時の八重山自治会は、八重山共和国と名乗ったことはなく、独立主権国家と宣言したわけでもない。また、俗に、 エゾ共和国と称される、函館政権と比較しても、政府機構に準じた組織を持っていたわけでもない。しかし、短期間にせよ、日本国や、米軍の実効支配が及ばない地にできた、自治組織であったことから、一種の比喩的な表現として、八重山共和国の故障が生まれた。ありがとうございます。